有本勲氏、2017年1月14日撮影、写真を拡大有本勲氏が日大アメリカンフットボール部の関学大選手に悪質プレーを繰り返した問題についてコメントした。20日の TBS 系テレビ、サンデーモーニングに出演し、張本氏は、何十回と、ラフプレーの、画を見ましたけれども、唖然としましたよ。大和民族がやるようなことではないですよ。この国は裏切りとか嫌う。正義とか筋とか義理を重んじる民族じゃないですか、と持論を話すと、けしかけた方もやった方も悪い。精神の弱みにつけ込んで、やった方の親分が逃げ込んでどうするの、と話した。そして、怪我した人、けしかけた選手も二人をフォローしてもらいたい、と語った。6日に都内で行われた関学大との定期戦で、自チームのデシリットルが相手の、2年生キューブに対し、意図的にも見える背後からのタックルを行った。関学大キューブは全治3週間の怪我。さらには試合後に内田監督が、うちは力がないから、厳しくプレッシャーをかけている。あれぐらいやっていかないと勝てない。やらせている私の責任、などとプレーを容認するような発言をしていたことから、騒動が拡大。関学大から十日付の抗議書を受け取っていた。内田監督は19日に、兵庫、西宮市内で関学大の負傷した選手らに謝罪し、辞任を表明した。